今日は小桜インコ手乗りの練習をさせます。これはね、もう新しく行く先が決まっちゃったんですね。来週お迎えに来ますので、その間最後の手乗りのですね練習をさせようと思って待ってます。なんかそれまでに一本動画を見せてほしいというお客さんのご要望ですので、動画を撮ってみたいと思います。寝てるのはね、だいたいこの連中と寝てるんですよ。これウロコのちっちゃいのね、やや大きめのやつで、ご飯もね、もうこれも一緒になって拾って、だいたいもう7分ぐらいは皮付きを食べてます。あと挿絵もね、やっぱり4回やるたびに少しずつですけどね、やっぱ食べてくれますよ。はい、よいしょ。はい、はい、これね、結構これ触られるのがね、苦にならないというか好きなんですね。ここ、まあ小桜は大体こう好きなのが多いですけどね。はい、かい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 、こっちかな、こっちかな。これでね、もう最終的に、最終段階に入ってますので、一応これね、このカゴにも入れる練習はもう何回かやったんですよ。特にお客さんのとこ行ってね、カゴに入れられてバタつかないようにっていうことですけどね、これまあちょっと練習が効いたのか、全然落ち着いてますもんね。はい、来てごらん。はい、よいしょ。はいはいはい。はい、でね、こんな上、この上にはこの先輩がいますよ。隣はマメルリアですけどね、こっちは小桜なんですよ。これともやっぱ対面さしとった方がいいと思いましてね、ちょっとしたら行き先に小桜なんかいるかも分かりませんのでね、びっくりしないように。これマメルリアとこれ種類が違うんですけど、仲がいいんで相性が合うんでしょうね。だから一緒に見せさせてるんですよね。これね、1日1回ぐらいここ開けてあげるんですよ。こうピンチでここで挟んだり、これね引っ掛けたりしてですね、開けるんですけどね、ちゃんとご飯食べる時とか寝る時は入ってますよ、2羽とも。はい、ご対面どうしますか。特にひなの方は慌てませんね。鳴き声はね、聞いて知ってると思うんですよ。こうやって合わせるのはね、もろに合わせるのは初めてですけど、同じ部屋で過ごしてますからね、鳴き声は知ってると思いますよ。いつも鱗と一緒に寝てるもんですから、小桜っていうのは珍しいかもしれません、仲間なのに。文鳥はどうなんだろう。文鳥はね、はい、ちょっとお弁当持って、はい、文鳥君どこ行った。はい、対面を文鳥君逃げましたね。そーっと近づけて、そーっとね、文鳥がいるかもしれないよ。こっちは落ち着いてますね、小桜の方。文鳥もキャッキャッキャ言って、いつも隣の箱で餌食べてましたからね。だから驚かないみたいですね。もうあと数日でいなくなります、うちから。はいはいはい、はい、よしよし。はい、もうちょい行って。高いとか。はい、よいしょ。うん。いいよ。これなら大丈夫だと思いますね。あまりびっくりさせないようにしてやれば、いい手乗りになると思いますよ。